行線をご利用のお客様に、ダイヤ改正後の運行について、主な変更点をお知らせいたします。全列車の車両数を4両から2両へ変更いたします。一部、混み合う列車がございますので、分散乗車へのご協力をお願いいたします。
3番線の電車は通過電車です。ご注意ください。